巻向型前方後円墳とは、弥生時代伐用の弥生墳休墓と、古墳時代初頭の出現期古墳の発掘調査や、研究、検討の結果、従来は弥生墳休墓と見られてきた前方後円形をなす墳墓を、古墳として積極的に評価しようという観点から提唱された概念及びその墳墓提唱者は寺沢薫である。 奈良県立河支原考古学研究所の寺沢香織は、1988年、奈良県桜井市の牧向遺跡に所在する、牧向石塚古墳や牧向八塚古墳、千葉県市原市の新門古墳群中の三角4号墳、5号墳、福岡県小郡市の津古生係古墳など、墳丘形状が前方後円形を取る、墳丘棒、牧向型前方後円墳として抽出し、 これらの墳墓が、ハシュハカ古墳や、椿井大塚山古墳に代表される、定型化した前方後円墳の成立以前及び成立期に、初期大和政権の中枢たる、巻向遺跡との政治的、祭祀的関係のもとに成立したとの見解を示した。このような墳墓は、中国の尺度を使用した、一定の規格と類型をもって、関東地方から、 九州地方北部の各地に広がっており、機内系の土器を共犯しているのが特徴であり、墳丘の蓄成法は、単純な毛利土によるものではなく、板などでは区を作り、土をその中に持って稲などで突き固める繁畜に近い手法で造成されている。また、前方部が低く短く、墳丘全長と後円部、前方部それぞれの長さが3、2、1の比となることが特徴である。そして、 いわゆる前方公園墳とは、薪向型前方公園墳の成立以降の所要素の大量化と巨大化と隔絶性の前時整備されたものであるとしている。常日の石塚、八塚のほ他薪向く勝山古墳、東田大塚古墳、保家の山古墳を含めた薪向く古墳群に属する5基は、いずれも墳級規模90から100メートルで、 前方部が短くホタテ貝のような形状であるなどの共通点を有し、また、その後の調査や研究によって、北は福島県の臼が森から南は鹿児島県の橋の量など日本列島の広範囲にわたって出現期古墳に先行する要素を持つ墳丘墓が確認された。縦付墳丘墓の列石寺沢は古墳時代の始まりを 巻向型前方公園墳の出現とそれを生む時代、社会の成立としており、その原型として、兵庫県加古川市の西条古墳群中の西条52号墓などを掲げている。西条52号墓は、墳球町約25メートルで、円球と一つの突出部を持ち、弥生墳丘墓と前方公園墳の両方の要素を合わせ持つ墳丘墓であり、 ハリマ考古学研究集会による報告書では3世紀前半の年代が与えられている。また、巻向型の源流は2世紀末用の縦付き粉球墓、すなわち岡山県倉敷市の縦付き遺跡などに見られる遠球に3分の1台の明確な方形突出部を持った粉球墓であり、円筒埴庭の原型とされる特殊器台、特殊墓の存在とともに、 日々の強い影響のもと、三世紀前半、大和王権の王都と目される薪むくで成立したというものである。寺沢の研究は、橋墓を基準とする、定型化した前方後円墳が一丁にして成立したものではない、ことを示した重要な研究と高く評価されている。その一方で、定型的前方後円墳の成立よりも、薪むく型前方後円墳の成立の方が、 大きな活気だとする考えには、必ずしも賛成できないとの意見もある。和田春我れも、寺沢の研究を踏まえながらも、巻向前方後円継修工房の用語を用いており、広瀬和夫も、巻向石塚古墳を、巻向石塚墳墓、寺沢称するところの巻向型前方後円墳を、前方後円型墳墓として、弥生墳丘墓に含めるなど慎重な姿勢を示している。また、 円球の両側に土質部を持つ縦付遺跡を、巻きむく型前方後円墳に含めるのは、恣意的すぎるとの批判もある。なお、松木武彦は、当該墳墓を、弥生墳球墓六期に位置づけ、一突起炎墓の故障を用いている。一方、巻きむく石塚古墳は、調査担当者の石野博信によれば、奈良盆地における八世紀古墳の一つとみなされている。いずれにせよ、 定型的な前方後円墳の成立以前に、すでに大和を中心とする結びつきが、東北地方南部から九州地方にかけて広がっているという学説は、極めて注目すべき内容を含んでおり、今後も活発な議論が展開されるものと予想される。古墳の定義としては、高い墳球を持つ。様々な形式の棺と、それを囲む石室などがある。各種の副葬品を持つ。 埋葬施設は、墳町からあまり深くないところにある。の4点がかつて考古学者、後藤森和によって提唱され、それが一般的にも受け入れられてきたが、近年の発掘調査の進展によって、弥生時代の方形修行墓や、墳求墓も、ほぼこの規定に該当することが明らかになってきた。寺沢による、巻向型前方公園墳の提唱も、この定義からすれば、 不適切なものではなく、もし、これを、弥生墳糾墓に含めるならば、本来は、別の観点からの、古墳の定義が必要である。ただ、弥生時代の母性は、北部九州、山陰、山陽、近畿、東国の各地域において、日々における特殊台、特殊期代、特殊墓を伴う共通儀礼や山陰における、四隅都市質型墳糾墓の築造など、 地域的な共通性を伴いながらも多様な形態と内容を有していたのに対し古墳時代の墳墓は前方後円墳、前方後方墳、円墳、方墳など階層性を伴って墳形が集約され埋葬施設や副葬品においても全国規模で画一化の傾向が顕著となる墳急墓の概念を弥生時代に導入した近藤義郎は前方後円墳について 主張例継承儀礼の場との見解を示し、それが今日の定説となっている。近藤は、弥生墳丘墓と前方後円墳との相違点として、墳稽、墳丘規模において、飛躍が見られること埋葬構造として長大な、先竹形木管と縦穴式石質を有すること一定の規範に基づく、副葬品において中国鏡、 特に多数の三角円新珠鏡を伴うことなどを掲げている。噴球規模は長さも高さも前方後円噴の方が格段に大きく、噴形は、噴球墓は方形がある字で円形は少ないが、古噴においては円形が主となる。近藤はこれら個々の要素のいくらかはすでに弥生噴球墓にも見られるが、前方後円噴はそれを飛躍的に継承したものであり。 それゆえ、創造的産物と呼びうるものである、としている。弥生時代の墳丘墓は地域による個性が顕著で、あるのに対し、前方後円墳は全国的な普遍性を持って現れたことは、諸市町が共通の墳墓祭祀を持つようになったことを意味するものと考えられる。その意味で、弥生墳丘墓と前方後円墳の築造との間には、政治的には隔絶した際が認められる。 このような中で、薪向く型前方公園墳あるいは、薪向く型墳球棒、どう位置づけるかは、難しい問題をはらんでいるが、古代史学者の吉村武彦は、これらの墳墓の発掘が進んでいない現在、慎重な対応が求められるが、墳球の規格性や、築造技術の一貫性は認めなければならないだろうとしている。歴年代の測定に関しては、 年輪年内測定が最も精度が高く、約1万年前に遡る時代についても1年単位の測定データを得ることが可能となっている。ただし、樹皮を伴っていない場合には、樹木の正確な伐採年は、推定によるしかない。巻き向く石塚古墳においては、集合の最下層から出土したヒノキの板材の残存災害年輪の歴年は、 西暦177年との測定結果が出ている。これについて、年輪年代学の光、谷匠は残存の偏在部の平均年代幅をもとに推計し、その伐採年はどう見ても200年を下ることはないと結論づけている。したがって、集合の年代は年代幅を最大限に見積もっても2世紀第4四半世紀の増営とみなすことができる。 また、牧向く勝山古墳は、西暦203年から211年という、歴年代が得られており、保家の山古墳の放射性炭素年代測定では、湿度炭化物から、西暦55年から235年の数値が得られている。牧向く古墳群中の3期の歴年代は、以上の結果より2世紀紅葉から3世紀前半の増影とみなすことができる。 以下に、きむく型前方公園墳の規模と分布等について、寺沢女、王権誕生の想像をもとに作成した表を掲げる。寺沢は、各地のきむく型前方公園墳が、きむく諸古墳の2分の1、3分の2、3分の1、などの規格で築造された例が少なくないことを指摘しており、下表でもきむく諸古墳に対する規模として掲げた。ただし、墳庁、 主な出土遺物は、寺沢源図には、記載がなく、諸資料をより調べたものである。調べがつかなかったものについては、空欄としている。なお、主な出土遺物では、主な副葬品あるいは、採取のために用いられたとみられる道具のみを掲げ、表面採集の埴輪や土器などは割愛した。当該墳墓の発掘調査がなされていない場合も、副葬品の詳細は、不明なので、 空欄としたが、空欄であることは決して副葬品を伴わないことを意味するものではない。寺沢源図では、巻向型前方公園墳は、さらに多数に上ることが示されているが、古墳名を記さず、古墳の立地する位置を点で落としているだけのものがある。上の表に掲げている、以外の地域では、長と、丹後、伊勢、信濃出羽などに点在する。常実のように、 巻向型前方後円墳については、前方後円墳の講師として見るのではなく、弥生墳休母の終末段階として理解すべきで、あるという見解も多く、寺沢の見解は定説には至っていない。橋墓古墳寺沢が、巻向型前方後円墳に、巻向型を関する理由について、寺沢自身は、大和王権の王と巻向に作られた、巻向型前方後円墳が、 最も古く、そして最も巨大だからと述べ、薪むく諸古墳と同一規格の縮小版とみなされる古墳が半列島規模に見られることを指摘して、これら古墳は薪むくの地を震源として列島各地に広がったものと主張している。すなわち最初の定型化古墳あるいは出現期古墳の最古といわれる橋墓古墳の成立に先立って薪むく型を基準とする規格性や、 階層性があったとし、薪向の諸古墳そのものが、箸墓古墳のおよそ3分の1の規模であることを考慮すると、前方後円墳の定型化は、これら薪向型を基本として進行した可能性が高いと述べている。同時に、寺沢は薪向型が、大和など近畿地方の弥生時代の主張部から出現したものではないことを強調しており、むしろ、 弥生時代後期の近畿中央部においては、前方後円形は元より円球墓でさえ、極めて例外的として、その原形を記述のごとく、縦付き墳球墓としている。その理由としては、年代的に見て、縦付き墳球墓の築造が、巻向型前方後円墳の築造の直前、段階にあたること規模の面で見て、巻向型前方後円墳の規模が、 縦付き粉球簿のそれをわずかに上回っていること形状の面からは、縦付き粉球簿の円球部分の小道と前後の突出部の長さの紐に位置であり、突出部を一つ外せば、き向型前方後円墳の墳形に酷似すること採取の痕跡を見ると、き向型前方後円墳では、縦付き粉球簿で行われたと考えられる。主張例継承儀礼を直接引き継いだことが見て取れる。 ことの4点を掲げている。そして、定型化に際しては、古代中国の天塩地方の思想を受容し、その影響を受けながらも、北部、九州や紀ビ、ハリマ、サヌキなど中部瀬戸内地域などの全段階の所要素を、以下のように受け継ぎ総合していった結果であると、論じている。寺沢は、定型的な前方後円墳への過程を、このように説明し、 初期大和王権の権力母体は、弥生時代の大和、機内の勢力を基盤にしたものではなく、従って、いわゆる大和大国でもなければ、奈良盆地、近畿中心部における部族的国家連合でもなく、西日本各地の部族的国家連合による連合政権と捉えている。和大国論争において、 寺沢は山大国紀内説に立ちながらも、従来のような山と中心主義からではなく、むしろ鍵を握ったのは、キビ国連合とその息のかかった中、東部の瀬戸内地域であったとして、弥生時代終末期から古墳時代初期の研究に新視点を提供したのである。日本第四期学会、図解、日本の人類遺跡では、三角五号墳を、弥生六期古段階、四号墳を、 やよいろくき段階に位置づけている。墳んき約三十三約33メートル。玉五十七、7か1のほかけ有料矢尻を伴う。ABC テラサはテラサは P28 から31前方部が、まっすぐに伸びて広がらない形状の前方公園墳を、ホタテ会式の名で呼ぶことがあるが、このような形状は時代を下っても見られるので。 単に形状のみの類似性だけで時期を特定することは適切ではない。1963年から64年にかけて調査がなされた。2009年2月45年ぶりにハリマ考古学研究集会から報告書が刊行されている。ABCDE 寺ラ P258 から260度。 生田 P7 も月 P35 和田 P174 から176広瀬 P119 から121ほか、佐々木健一、古墳出現前後における機内型亀型土器の製法拡散に関する研究、P266、明治大学人文化学研究所、企業66、明治大学人文化学研究所、2010年。松に、石野博信。 関川久義、巻向く、古墳の話参照、広瀬和夫によれば、概ねこの順序に優位が認められるという。広瀬 P132 広瀬 P92 から93、原出典は、近藤 AB 近藤吉村 P184 広瀬 P123、原出典は、光谷広瀬 P123 寺沢 P259。 AB テラサワ P260 から267テラサワによれば、義式は神殿では一度として、卑弥呼を邪馬台国の女王とは記さず、一貫して和国王和の女王と記していることより、邪馬台国とは、弥生時代以来の邪馬と国という部族的国家レベルの国でしかないとしている。テラサワ P446 テラサワによれば、邪馬台国は、 よく言われる、山大国連合の故障で記されるような和国の権力中枢を成す国ではなく、和国女王である卑弥呼の王権とは、本来権力系譜をことにするものであろうとしている。寺沢 P446 から447。寺沢は、中国史書中に見る2世紀の和国大乱後の状況を説明するのに、19世紀の幕末、 明治維新にかけての状況を比喩として用いている。つまり、薩長問いの四権力がいずれか一つでない連合政権としての新政府を東京に置いたのと、同様、畜生早雲機内いずれか一つでない連合政権が本郷三輪三六の協議の大和に置いた。それが、女王、卑弥呼の協立、さらに後の初期大和王権の成立なのではないかと、している。 寺沢 P248 から250、ありがとうございます。